これあれですか峯岸チャンネルの峯岸ですみたいな感じで、そう、そういう感じで始めた方がいいですか。うん、峯チャンネル、こんにちは、峯岸チャンネルの峯岸です。今日第1回目なんですけど、こうやって YouTube で僕のチャンネル、を作っていただいて、非常にこう大変光栄に思ってるんですけど、僕まだこう右も左も少し YouTube について詳しくなくてですね、でなんかちょっと師匠の上村啓太さんに企画をちょっとこう一緒に考えていただけないかなと思って、今日こういう企画になりました。頑張ったね今頑張りました。頑張ったね、しゃべり頑張ったよ頑張りました。すごいね、ちょっと頑張ってる感じでしたけれども、はい、なんとか乗り切った、はい、素晴らしいじゃないですか。いや、いいじゃない、こういう機会があって、はい、ねえ、はい、ミネチャンネルだっけ。ミネチャンネルです。自分の名前のチャンネルが持てるなんて、そんなのさ夢のようですよ超嬉しいです。そうでしょ。じゃあミネチャンネルで何をやるかの会議、これ会議、はい何をやるかを、だから自分の中でまだあんまりこうどうしようかなを迷ってるんだ。迷ってるんです、はい。何やったらいいかっていうの、いやそりゃそうだよ、迷うよね。いやでもミネはさ、これ俺が喋っちゃっていいの、こんなに大丈夫。はい、お願いします。いやこれ会議と全然、いや会議とちょっと関係ないかもしれないけれども、はいはい、まあ今回ケーズの研修を約半年ぐらい、半年、そうですね、もうちょっとやったか、もう8ヶ月ぐらい、8ヶ月ぐらい、はい、要は研修をやって、ケーズでやってるレッスンっていうのはどういうレッスンかって、正直言って今までやってた感じと違うでしょ。全然違います、ね、全然違うでしょ、はい、要はケーズのレッスンスタイルっていうのはこうですよっていうのをまずやっぱり見て勉強して、で聞いてね学んで、はい、であとはインストラクター、いろんなインストラクターと一緒にそのケーズのインストラクターになるための基礎知識、うん、ね、それをバンバン積み上げていって、はい、あとは実践の研修を積み重ねていってテストを受けて、でテストに合格して今があると。はい、そうなんです。見事ですよね、合格して。正直なかなか受かんなかった受かんなかったです、はい、ね、はい、そう、いやだからそうなんです、レッスンやってきた人でもやっぱりそのケーズのテストって受からないんですよ、はい、僕結構最初自信あったんですよ、実は。うん、もう一発でいけるだろうみたいな、うん、そうなんですよ結構勉強もいろいろ、その前からいろいろな勉強、ゴルフの理論の勉強であったり、うん、道具の勉強であったり、うん、で足りそれじゃダメなんだなと、うん、この勉強してるだけじゃダメなんだ。そうなのよ、その相手の方の気持ちを考えて、うん、そこにバッとこう、そう、治療薬っていうか、そうなの、的確な言葉と、そう、練習方法と、うん、こう全部説明できて最後レッスンみたいな、うん、で楽しくて、うん、なんかその空間がなんかもう、うん、なんかそういうレッスンの枠を超えてるみたいな、うん、そういうのがなんかちょっとケースにはあるな。いいこと言うわ。基本的に俺ね、はい、みんなインストラクターの人にも言ってるんだけれども、俺ねレッスンで感動させたいの、はい、感動、感動っていうのはやっぱね、その人は感じて行動に移そう、はい、動くのは感動だと思ってるね、はい、だからレッスンを受けてその先生の言った言葉でを感じてもらって、よし自分でやってみようとか、はい、うわゴルフ楽しいとか、もう練習行こうみたいな、そう、もう感じて動くっていうのが感動だと思うのね、はい、だからそうなってもらえるようなレッスンをしてほしいっていう、だから理論武装をしても何も伝えられなかったら感じてもらえないし、伝わらなかったらやっぱり動いてもらえないから、いや知識いっぱいありますよって言ってもしょうがないと思うんだよね。ただ詳しい、ね、研究者、学者、もちろんそういう方もすごいと思うし、なんとか理論発明する人も俺すごい超、でもそうするためにはどう伝えるかっていうところが大事なんじゃないかなって、うん、俺ばっか喋っちゃうんだよ俺ばっか喋っちゃう俺のチャンネルじゃないか、ミネチャンネルな、そう、僕正直、うん、こう研修の時に、うん、こう上村さんのレッスンはじめケーズの、うん、インストラクターのレッスンを見て、うん、最初もう鳥肌立ちましたね。本当に感動して、なんか涙出るんじゃないかぐらい、なんでこんな、なんかレッスンってこんな楽しい感じなのみたいな、あれみたいな、結構感動しました。ちょっと涙出るわ、大げさじゃん本当本当本当、あそう、
今いくつだっけ、28です。28歳でしょ、はい、で28歳でレッスンプロってね、まあ、あの難しいっちゃ難しいんですよ。でやっぱりこのゴルフを教わるって、アマチュアの方がゴルフを教わるっていう時に、なんとなくじゃあ20代の若い人とやっぱり40代50代のこうベテランっていうと、やっぱり40代50代の方に習った方がなんか安心感があったり確実なんじゃないかみたいな感じってなんとなくあるじゃん。でも峯岸なんかやっぱりこの何ヶ月間ずっと見てて、すごい理論の、いろんな理論の勉強するしね、 YouTube 見たり本読んだり、もうすごい勉強家だなって俺は思うの、横で見てて。で、あ、俺が なんかもっと勉強しなきゃなって思っちゃったりだとか、なんかもう峯岸にこう負けないようにしなきゃなってこう思わせるぐらいのすごい努力家だし、だからこのね、峯のこれだけしっかりした理論を持って、で伝え方とかをね、やっぱり、ね、研修でもすごい言ってきたから、はい、伝え方もすごい良くなってるし、だからもう本当にね、チャンスがあってお客様が峯のレッスン受けてもらえたら、多分どん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 ブワッて広がると思うんだよ。若くてもこの理論ちゃんとやってますよ、こういう教え方するんですよっていうこのアピールをこの場でできたら最高じゃないですか、はい、こんなチャンスないんですよ。だからね、それを生かすようなチャンネルにしてほしいなと。喋、はい、っちゃった俺。いやでも頑張ってほしいね、本当に。はい、ありがとうございます。そうで、どうするのこのチャンネル。企画会議だったね。企画会議、そうだよ、企画会議。なんかもう俺ばっか喋っちゃってんの、はい、ダメだよ、はいはい、企画会議だから何をしようか。そのためにこう YouTube でこう僕がこう視聴者の方に向けて、うん、今噛んだでしょ、はい、噛んだ、噛んだでしょ、はい、うん、視聴者の方に向けて、はい、うん、発信できることって何かなってこう考えてたんですよ。でやはりこう先輩たち見てると、やっぱこうレッスンのこう練習ドリルであったり、こういう悩みを持った方に向けてのドリルみたいな形の動画を作ったり、でもそれだとなんかちょっとありきたりなのかなとか、これどうなんだろう。あとだから峯岸チャンネルですで、はい、これ YouTube、まあ、配信するでしょ、でそれのこなんかコメント待つじゃダメなんですかね。コメント待って質問に対して答えるみたいなのもありです、ね、まあ、そういうコーナーがあってもいいかもしれないです。面白いし、プロのスイングとかピックアップして解説するとかでもいいし、はい、いいですね、ねえ、はい、でそういうスイングを見てアマチュアの人でもこういうところは真似できるとか、こういうミスの人はこういうプロを真似した方がいいとか、っていうなんかこうそういう風にしたり、なんかね、自分のなんかここはこう、あそこはこうみたいな、こんなのとかなんかありきたりだもんね、なんか埋もれちゃう気がして。そうですね。でもそれだけ勉強してて理論とか知ってたらさ、なんだろう、語れば一人だけ、うん、今日お話しするのはみたいな、詰め反力ですとかそういう、そう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 、はい、いや最近こういう言葉が、ね、はい、雑誌とか見ても溢れてますねとか、はいはい、なんかなんとか理論って、はい、でこうこうこうなんですけど僕はこう思うだとか、はいはい、こういう人に合う合わないだったりとか、うんうん、なんかそういうのとかも面白いですね。そう、はい、で今回僕注目したのはここの動きですみたいな、はい、左膝ですとかさ、はい、なんか右足小指の爪ですとかそう、そこがみたいな、そう、そういうのを発信してたら、はい、あ面白いなみたいな、はい、あるじゃん、なんか前髪の毛先ですとかさ、なんかそういうあ、すいませんというのがあったら、もみあげのか、そう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 とかあったら面白いなっていう、なんかモノボケレッスンとかいいんじゃない、家にあるものを使ってゴルフ上手くなるみたいな、はいはいはい、テレビのリモコンみたいな、はい、はいはい、これで上手くなってくださいみたいなさ、はい、あるじゃん、なんかね、モノボケ面白そうですね。モノボケ面白いよ、モノボケ、そう、モノボケ、うん、だからテレビのチャンネルもこうやって親指で押す人はダメですよみたいな、はい、なんでっていう、はい、ね、5本の指の中で親指って一番力が入る指だから、普段からここにばっかり力入れるとか、ここをこう器用にしてるとスイングしていざとなるときに親指にグッとこう力入りますねとか、ね、で親指に力入ると基本的にクラブっていうのは上から下にこうやって動いちゃうからダフりやすかったり、インパクトで手が浮いちゃったりするん で、はい、でなるべく親指っていうのはグッ
こう力入れないように普段からあのリモコン押すときは人差し指でとかさ、はい、小指でとかさ、そう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 。それも一個のレッスンじゃない。今パッと思い浮かんじゃったんだけどさ、はいはい、そういうモノボケっぽいなんかもいいんじゃない。はい、なんかでそれをね、はい、モノマネしながらやるとかさ、はい、さらに面白くなっちゃう。はい、そう。モノボケの。そうそう。モノボケのモノマネしながらのレッスンとかさ、はい、うん、どんどんハードル上がるんだよ。すごくなってくるじゃん。そう。そういうのやってないじゃん。なんかこう変装とかもしたいですね。したらなんか。変装、変装とかしたい。変装したい。変装ってかなんか、うん、変装願望、うん、変装したい。変装っていうんですかね。うん、どうぞ。なんかのキャラクターとかになりたい。変なおじさんの格好したりとか。うん、それちょっと違うっすね。うん、ちょっと違う。いやいや、全然いいよ。うん、いいんだけどね。うん、あとはその要は。こうやってメディア出るってことは自分のブランディングだから、はいはい、うん、あんま落とさないよ、はい、そこは、うん、そこ落とさないように。あと俺ね、めんどくさいけどあれやりたいの、365日、はい、日めくりレッスンカレンダー。はいはいはい、なんかトイレとかにこう置いといて、はい、ベラッてめくったらなんかすっごいもう文章2行ぐらいのレッスンがポンとあるみたいな、はいはい、松岡修造さんのなんかこう元気が出るやつみたいな。あ、そういうのあんの？なんかありますあります。あ、そう。日めくりの。あ、そうなんだ。だからそういうののちょっとレッスン、ちょっとああそうなんだみたいな、1日1個なんかちょっとした知識が増えるみたいなのがあるといいなっていう。そう。峯岸日めくりレッスン、日めくりカレンダーレッスンとか。日めくりカレンダーはいいですね、うん。週でもいいじゃん。はい、今週はで1個とか、はい、今週のテーマこれやってみてくださいみたいな。だってやっぱり YouTube とかって普通見てる人って何、こう電車の中とか移動中とか多いんじゃないの、うんうん、それか家で見るが多いんじゃない、寝る前とか、そう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 、だからそんな時に聞いてためになるみたいなのが結構刺さるんじゃない、はい、あとはだからちょっと有名じゃない選手をピックアップするみたいな、はい、フォーカスするみたいな、はい、ちょっとあの今月の推しプロはこの人ですみたいな、はい、ちょっとこう、まあ、なかなか勝てなくてシードギリギリの選手みたいな、うんうん、でそういう選手を好きになってもらうとかさ、うん、はいはい、応援するとかさ、はい、そういうのもすごいいいじゃん、うんうん、でそういう選手が勝ったらまた最高じゃない、はい、うん、あれミネチャンネルでなんか推してたプロ、うん、うわ勝ったわみたいな、うん、そうで優勝したことない選手をちょっとこう注目して、はい、いや彼はどこどこ出身でどこどこ高校で、いや実は何気に日本アマ決勝まで行ってんですよとか、うんうんうん、かなりの実力者ですみたいな、ただプロ入りしてからちょっと今こうこうこうですけど、この何月かに何々コーチについてちょっと今上がり調子なんで今後来るかもしれませんみたいなさ、そういうのとかちょっとスイング、はいはいはい、こういうスイングなんですみたいなのさ、うん、やるといいじゃないそれね、とかなんかゲストでなんかプロの友達とかいないの？プロの友達、あの売れてない人たちは結構いますね。売れてない、売れてない、まだ試合に出れない、試合にまあ、ちょっと出てたりとか、小さい下部ツアーの方で頑張ってたりとか、そういうプロゲストに呼んでも超楽しいじゃん、ね、はい、やっぱりアマチュアの方からしたらさ、そのね、下部ツアーのプロでもやっぱりうまいプロはプロなわけだから、じゃあそのプロがどのタイミングでうまくなったかとかさ、はい、やっぱりそういうプロでもさ、最初にクラブ握った時はうまくはないわけじゃん、いきなり4歳5歳で70代で回るわけじゃないんだからさ、どういう練習した時に上手くなったとかさ、どのタイミングが上手くなったみたいなのを聞いてあげるとかさ、うん、そしたらアマチュアの方もあやっぱこういう練習しそうなんだなとかさ、うんうん、あやってるとここ突然上手くなったりするのもゴルフだなとかさ、うん、そういうのを勉強になるんだから、はい、そういうプロとかも呼ぶのもいいんじゃない、うん、どんどん出てきちゃったよこれ、いっぱい出てきました、すごい番組じゃんこれ、はい、うん、俺パクるよ、丸パクりしてケータチャンネルで同じことやる、そう、下部ツアーの選手呼ぶけど俺は慎吾さん呼ぶから嘘嘘嘘、いいじゃんそういうのバンバンやって、どうですかこんな感じで、めちゃくちゃいいです、はい、ということで第1回ミネチャンネルの、ね、企画会議、あ俺が閉めちゃダメだ、はい、俺が閉めちゃダメだ、うん、おうということで、まあ、ぜひ、ゴルフの質問、ご相談、お悩みなどありましたら、こちらのコメント欄に、どんどんコメントください、よろしくお願いします。なんか
アディダスの M と峯岸の。アディダスの M ってどこにあるんだよ。アディダスの M ってどこにあるんだ。ないっすね。アディダス。ないっすね。すごいよこれ。すごいっす。行ったな。はい。アディダスの M 取って。ないっすね。行ったな。はい。三本線。これ M、 M じゃないな。あ、アディダスのこの葉っぱのこの、はいはい、これね。はい。これと。これでも。え、何？これなんか違うかな。スリーピース違う、うん、まあこれあとで自分で考えてということで、あの次回からあの最後の締めでなんか決め台詞、決めポーズがあるということで、はいはい、まあ、第1回目はねちょっと何もなくても許してもらおう、はいはい、以上ミネチャンネルでした。はい、はい、終わりです。どう、いいんじゃない？ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。